フィリップ・フランシス・リズートは、1940から1950年代に活躍した元プロ野球選手。アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市生まれ。右投げ右打ち。出生時の名前は、フィエロ。イタリア系アメリカ人で、イタリア語の発音では、リッツートが近い。ニックネームは、スクーター。170センチメートルに満たない小柄な選手ながら、機敏な守備と、 勝負強いバッティングでヤンキースの7度のワールドシリーズ制覇に貢献した。ブルックリンの路面電車の運転手の息子として生まれる。通っていたリッチモンドヒール高校では野球の他にフットボールもしていた。1937年にアマチュアのフリーエージェントとしてニューヨークヤンキースと契約し、1941年にメジャーにデビューする。 後のベースボールカードの記載によれば、リズートは、身長が5フィート6インチと小さすぎるために、ブルックリン・ドジャースが彼の入団を拒否したのだという。リズートは1年目に打率。307を記録しただけでなく、遊撃手として、リーグ最多の109の併殺を記録し、守備能力の高さもアピールする。2年目の1942年には、 オールスターゲーム出場選手に選出され、またワールドシリーズでは1本の本塁打を含む21打数8安打の活躍を見せた。1943年から4年間は、第二次世界大戦で海軍に従軍したため現役を中断、1947年に現役復帰する。1949年シーズンには169安打、110得点を記録し、 同年の MVP 投票で、テッド・ウィリアムズに次ぐ時点となり、翌1950年に打率、324、200安打、125得点を記録、アメリカンリーグの最優秀選手となった。リズートは、この時期打撃面で目立った活躍をする一方、1949年から1952年までの4年間続けて、リーグ最多の技打数を記録しており、 この時期のワールドシリーズ連覇に不可欠な存在だった。1956年に38歳で現役を引退。引退時には遊劇手として1217兵殺を記録しており、当時遊劇手の兵殺歴代1位だったルーク・アップリングの1424兵殺に次ぐ記録だった。 引退後は1957年から1995年までの38年間ヤンキース戦の中継解説者、アナウンサーを担当、アンビリーバブル、ホーリーカウ、ディドユーシーザット、等の名調子で知られた。リズートが中継を担当した試合の中には、ロジャー・マリースがシーズン61号本塁打を放った試合や、パインタール事件が起きた試合などが含まれている。 1995年に解説者活動の引退を表明するが、これには同年制挙した後輩のミッキー・マントルの葬儀に試合中継のため参列できなかったことが理由とされている。それでも、更新のアナウンサーたちには、リズートはヤンキースの声と称えられた。リズートの背番号10。ニューヨーク・ヤンキースの永久欠番に1985年指定。 1985年、ヤンキースは、リズートの背番号、10を、永久決番に指定した。その前年に、ライバルとされた、ブルックリン・ドジャースの名優劇種だった、ピー・ウィー・リースが、電動入りしたこともあり、永久決番指定後もヤンキースファンによるリズートの、電動入りのキャンペーンが熱を帯びた時期があった。テッド・ウィリアムズも支持者の一人として、リズートの、 電動入りを後押ししたという。リズートがベテランズ委員会により、アメリカ野球電動入り選手に選出されたのは1994年のことである。2007年8月13日に、肺炎のため89歳で死去。生長当時は、リズートが最も長く生きたヤンキース永久欠番選手だった。翌日のヤンキースタイオリオールズの試合は、リズートの追悼試合とされ、 ヤンキースタジアムに半旗が掲げられるほか、残りのシーズン試合にて、ヤンキースナインは、模章として、ヤンキースのユニフォームの左袖に、銃が付けられた。ありがとうございます。